いのりえさわりん、こんにちは。こんにちは。突然ですが、私が松岡さんを見た時の第一印象は衝撃的でした。お二人はタイトルにもなっている松岡さんとの出会い、第一印象はどうでしたか？よろしければ教えてくださいますと嬉しいです。どうだろう。さわりんは事務所が、そうだね。一緒で、先輩になるんですか？そうです。もちろん先輩だよ。あんま詳しくなくて。そうなんだね。そう。一番最初に会った時は、多分レギュラーでご一緒っていうよりは、私がその女子 A とかで松岡さんがいる現場に入らせていただいてた時だと思うんですけど、なんかね、すごいね、炭酸をガブ飲みする方っていう印象だったの。なんかアフレコの時って結構みんなお水とか、もうちょっとサラサラね、飲みやすいものを持参するんだけど、刺激を。そうなの、すごいね、シュワシュワする。しかもさ、炭酸ってこう、ポッってなっちゃう時もあるじゃない。なのに、率先して炭酸をガブ飲みされてて、でもすごいいつも全力だから、すごい方だなっていう印象だったけど、なんかね、お話ししてる時の独特の間とかが、なんかそれがね、すごい印象的だったかな、私は。それはどれぐらい前なの？一緒に、初めて一緒になったのって。それはでも、結構前。今私デビューして4年だから、ほんと3年前とかぐらい？デビュー1年目ぐらい。うん、そうだね。そうなんだね。いのりんは？私は、レギュラーの作品が一緒になったのが初めてで、お名前とかはもう知ってたから、松岡さんだと思ってご挨拶に行って、で、私も、どっちかというとすごいその、人見知りというか緊張しいだから、そうだね、そうだね。初めて会う人とかはなかなかこう、ぐっとこう距離を縮めることができなくて、で、松岡さんもそういうタイプの方だったから、私的にはなんか、あ、すごいなんかでも同じ感じだからわかるな、この感じと思って、なんかすごい優しい人だなと思った。なんか、必要以上にその、なんだろう、今も現場でもそうだけど、あんまりこう、必要以上には喋りかけては来ないんだけど、でもなんかこう、相槌打ってくれてるみたいな。なんか会話には大きくは入らないけど、みたいな。なるほどね。あ、今松岡さん参加してくれてるのかなみたいな。もしかして、この話に興味あってくれてるのかなみたいな。ナチュラルにこう参加される感じ。そう。あとはね、お芝居の話とかを断末の現場ではよく。そうだね。すごいお芝居で、ベルとヘスティアっていうのは掛け合いのシーンが多いので、お互いにこう、すごい、ベル君の演技やりやすいです、私、みたいなこと言い合ってお互い褒めつつ、なんかこう、着地がよくわかんなくなり、自然に会話が終わるみたいな。そう。どうしたらいいかわかんなくなっちゃって、ありがとうございます。いえいえ。みたいな。あれこれ終わっちゃったかな会話と思って。なるほどね。そう、でもなんか、すごく優しい人。火曜日、また、会おうっぽ、むす、るん。